こんにちは、シャンシャンです。今回は、草書を覚えようです。天ぷら屋さんなのはわかってはいるものの、なんて書いてあるか本当のところわからない、この字。同じ発音のかなでも、元の漢字が、ひらがなと違ったり、崩し方が違ったりします。それを変体仮名と言います。早速、その変体仮名や草書が使われた文字を元に戻していきます。今回書くのは天ぷらです。和食の代表的存在の天ぷらですが、もともとは室町時代にポルトガルから伝来された南蛮料理の天ぷらが起源と言われています。日本の天ぷらの歴史は古く、安土桃山時代に長崎にあります。当時の天ぷらは衣の厚いフリッターのようなものでしたが、油が貴重だったため大変貴重で庶民の口には滅多にいりませんでした。その後、江戸時代になり庶民に親しまれ、1748年には現在と同じ調理法の天ぷらが文献に残されています。チャンネル登録、この動画にいいねをお願いします。ありがとうございました。またの動画で。